今回は手牌の左端にマンツはちょっと控えた方がいいよと勝手に私が思ってる話です。いや置いて何が悪いのとかそういう話じゃないです。まあ手牌の左端っていうのは、麻雀ゲーム、あらゆる麻雀ゲームはリーパイしてくれると満品相図の順に並びます。満品相図、ちょっとマンズが欲しい、マンズが欲しい、こんな感じで満品相図トンナンシャーペ白髪順の順にあらゆる麻雀ゲームが並べてくれます。これはもうずっと昔から私もそうなんですが、こう相手の手牌があります。もうこれは日常になってるんで当たり前なんですけど、相手の手牌からこう切ってきて、なんか上手い人だとどこで何がどこから出てきたで手牌が読めるみたいな、そんな、都市伝説言われることありますが、手牌が読めるわけじゃないんですが、まんざらは嘘でもないです。私もずっと昔から当たり前に使ってます。というのはここですね。満品相図自牌の順にこう対面だろうが上茶だろうがいいんですが、例えばこれ E マンです。私も一人麻雀やってる時結構ぐちゃぐちゃです。満品相図じゃないし、左から右にの順番じゃないし、右から左であったりマンズが分かれてたりします。これはもう無意識にやってるんですが、例えば真ん中からマンズが E マンが出てきた、これだとちょっと読めないです。私も全く知らない人と打つ時も無意識にもう捨て牌をちょっと読むぐらいの感覚でもう組み込まれてるんですが、こっちにマンズを置く人なのか、それとも私みたいにこっちにマンズがあったり、マンズが1から123の順なのか、123の順なのか、アバウトな人、このくらいはもう当たり前に見ます。順番通り並べてる人、例えばこう、いわゆる左端ゾーンですね、手牌の左端ゾーンからマンズが出てくる、何か1枚積もってですね、1枚積もって手牌の左の方からマンズが出てくる、あ、多分これマンズでしょうと。この人はいわゆるゲームとか、ゲームですね、ゲームとか麻雀の本とか麻雀のベーシックなものに沿ってる人だなと。多分満品相図自牌だろうと。ちょっと一番左端の牌だけは次に切ろうと思ってる牌を置いてる可能性があるんで、これがマンズ、ピンズ相図の可能性ありますが、満品相図自牌だろうと。このくらいは当たり前に普通に売ってると。別に私がなんか特殊ではなくて、そのくらいは見てる人当たり前にいると思います。特に一番分かるのが一番端っこから1か2のマンズが出た時、これ無意識にあって目線がいきますね。あ、多分これ2番か3番でしょうというふうに。じゃあそれが読めたから、じゃあ街読めんのかっつったらまた話は違うんですけど、こう並べてる人なのか並べてない人なのかを判別できます。ちょっと捨て牌をじっくり見たから間違い読めるわけではないし、たとえ満品相図の順番に並べてますよとその人が言ったから何か圧倒的に有利になるわけじゃないんですが、一応見てる人は見てるんで、見てるっていうよりは普通にドラを見る感覚で当たり前に見てるので、ちょっと控えるのもいいかなと。まあただ一番最初まだ始めたばっかりの人はそんな細かいとこまでやってらんない面倒くさいがあるんで、別に全くそうした方がいいよという言葉は使いますけど、別にしないからした方がいいのになとも思いませんし、私は勝手に言ってると。そんなに難しく考える必要はないです。ドラドラなんでどんな形でもいいんでテンパイに近づいてリーチと。ちょっと例えばちょっと一回中断しますけど、例えば一回終わり。例えば適当にハイパイ持ってきます。ちょっと皆さんに見えないように私リーパイします。皆さんにちょっと見えたかな。ハイパイ持ってきて、皆さんに見えないように私がリーパイをして、ちょっとこうか。で例えばこう相手の対面の手配があります。対面が何か積もりました。例えばここからいわゆる左端ゾーンからパー1出てきました。そうすると1から7のマンズだなと、少なくとも手配にマンズがある、手配にマンズがある、なのでチンイツピンズとかソーズの染め手は絶対ないわけで、しかも1から7までのマンズが1個だけ浮いている。この手はテンパイじゃないなと。チートイツテンパイ短期待ちはありえますけど、まだ張ってないなとか。これが1万か9万だとちょっとまた別なんですが、例えば今度一番左端ですね。3万出てきた。少なくともこの人イーマンリアンマン持ってないなと。マンズの1万2万がこっちにあって3万だけこっち。ちょっとめちゃめちゃ全くリーパイしない人であれば可能性ありますけど、普通にというか私の経験上はないんで、対面がいます。一番手配の左側から3万切ってきた。少なくともイーマンリアンマンはないでしょうと。数万もないだろうと。ジャン等で数万の可能性はありますけど、数万持ってりゃこっから3万出てこないんで、344の可能性はありますけど5はないなとみたいな。あとちょっとこっちばっかり私は見て、それに付随して見るのはちょっとこっちはかなり見ます。当たり前に見ます。こっちはちょっとそんなに言うほど見ないんですが、手配の一番右側は次切る牌とかを置いてる可能性あるんで置いといて、こっち側ですね。同じ理論でこっちから自牌出てくるのか、この辺から自牌出てくるかをちょっと見てたりはします。やっぱ出てくるんだと。多分満品ソーズの順番に並べてる人の可能性ありみたいな。ただ自敗の場合はちょっとマンズみたいに自敗出てきたから何と、そういう話になりますが、そういうちょっと勝率につながるかは置いといて、いろいろ推測読みのヒントにはなると。それもあって若干私はソーズが右から左に並んでたり、かといってマンズは手配の右側で今度は左から右に並んでたり、結構バラバラだと思います。私の一人麻雀見てて、なんできれいに並べないのと、いわゆるゲームとか本とかまたはネットの画像でもいいんですが、いわゆる順番通りなんで並べないのとずっと前からもしかしたら思ってた人がいるかもしれませんが、もう自然にこう身についちゃってるんで、並べようと思えば並べますけど、まあ一人麻雀なんでそこまで考えてないと。普通にいつも通り打ってると。あとちょっとこれは実戦で一人麻雀でもまあやってるかもしれませんが、少し打ってる最中に私はこう入れ替えたりします。こういうふうに若干こういう動きします。まあ本当にたまにするくらいで、毎回やってたらなんか煩わしいんで、なんかイカサマやってんのかみたいな、カチャ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 うるさいんで、たまにちょっとピンズ持ってきてみたり普通にします。まあ、それは相手が一応こう何がどこからで出てくるのかなって見てる可能性も考えて勝手にやってます。実際は多分誰も見てないかもしれませんが、まあ実戦で身についた一つの癖というか、まあ、ちょっと読まれるの防止策というかの一つです。なので一番簡単な手牌の左端にマンズを並べるとちょっと読まれる可能性あるよと。まあ、それを逆手にとって今度逆に並べてもいいですけどね。3万出てきた、あ、これ E 万かリアン万か3万だろうっていう読みを狂わせるとか、こう並べちゃうと、まあ、このマンズ切った時に、あ、左側に毎回マンズを置く人なのかなとちょっとこう推測される、癖を読まれる一つになります。まあ、結構そういうのはありますね。あとはポンですね。同じ要領でポン、まあ、例えばまあ大体皆さん右側に置くと思います。まあ、左側に置いたり、こういう例えばこのウーピンが薬牌だとして、この2つを泣きたいときにこういう並べ方はちょっとおすすめしないですね。個人的にこういうふうにやった方がいいですと、ちょっとこれはいい、こうやった方がいいと思います。これだとトンからポンしたときにはいいんですけど、初からポンしたときにこうなんか初が出ます。初ポンってやったときに、こっちも泣きたい牌だとこう切るわけないです。こういうふうに違うとこから切ります。そうするとこうなんか浮いてます。2枚だけ向こうか見てる人は見てるんで、あ、なんかもう一個ファンパイ持ってんのかなと、ちょっと今度反対に皆さんが見る側になると、例えば私初切りました、ポンとでなんか1枚切ってきます。あ、飛んじゃったな。なんか1枚切ってきます。そうするとなんかこの2枚だけ不自然な、しかも満品相図自敗の理論使うとなんかこれも自敗に見えてきたりしませんか。満品相図自敗のなんかチュンじゃねえかなと、チュンとか薬牌、満品相図のジャントもありますけど、なんかもう一個薬牌泣きたいんじゃないかなと、しかもこの人の捨て牌から相図本一狙ってるとか、なんか読みがまた違う読みが働くと、これがますます自敗に見えてきて、あ、なんかもう一個薬牌持ってんなというふうな、これだと問題ないんですけどね。一番こっちからポンだと全く問題ないんですが、こう中途半端に、あ、これだといいですね。これであればポンと、これであればまあごまかせますね。自敗のあんこもありますけど、まあ、少なくとももう一個泣きたいなとは思わないと思います。なのでちょっともしすごい細かい、うるさいこと言うと、薬配2つ鳴きたい時はこう端っこに置くとか、3つの場合はちょっとなんか1枚1個挟んでみるとか、まあ、そういう動きの中でこうちょっとさっき言った牌を入れ替えるみたいな、まあ使いますね。そのくらいは見てる人は普通に見てると思います。特殊じゃなくて普通に皆さんが捨て牌見てる、ちょっと捨て牌を読んでる、自分がつも順待ってる間相手の捨て牌で待ち役狙ってる、役見てる、このくらいの軽い感覚でその自牌のポンぐらいは普通に見て、誰もが見てると思うんで、まあ、ちょっと気をつけた方がいいというか、ゲームだとそういう心配もないし選択肢もないんですが、実践だとそのくらいは必要なのかなと私は思います。まあ、ちょっと今回は手牌の一番端っこにマンズを置くと、傍から見て満品ソーズ自牌に並べてる人、またはこうマンズが出てきたからこれはマンズのまああれだろうとちょっと読まれるよみたいな、まあ、そんな話でした。どうもありがとうございました。